時は来た。この卵を孵化させる時が。この町の者どもよ、これまでわしのことを蔑んできた。その罪を償うがいい。この化け物を孵化させてお前らに復讐してやる。お前らは許しを請うても殺される運命にあるのだ。はっはっはっは。この化け物が誕生すれば、それで貴様らは償われるのだ。はっはっはっは。いでよ、わしのモンスターよ。かわいい。抜けろ、地獄の障害物。受付の場所みたいな感じになったんだよこれ。なんか迎える気まんまじゃないのかこれ。案外心の職員たち優しいショパックなのか、それでも悪いもん作りようけんこういうクエストの対象にされたんだろうな。あ、敵対しようって言ったなこれ。アスレだよね。いや、視聴者さんやってみてほしいんやけどね。まあ、マイクラ持っとんだったら、ぜひこの部分やってほしいんやけどね。めちゃくちゃ難しいよね。というわけで、実況したらしからぬことで言うけど、ここクリエイティブでいきます。冒険だけでいいや。冒険で敵を倒しながら進んでいくだけでいいや。なんでアスレあるんや。いや、嫌じゃ。もう一つの道から行こう。こっち逃避。こっち現実逃避。こっち現実逃避。さっきこっち行く。後回し。後で後回し。これは？ああ。スポーンポイントか。スポーンポイント置いてくれるってどんだけ優しいんだ。ここで亡くなってもここに戻ってきますよっていう、所長の計らいが、粋な計らいがあるでないか。なんでこんなん敵に回さなあかんのか。作っておるもんが作っておるもんやけんかな。なんなん？衛星兵器とか作ってんのこれ。衛星兵器でさ、みっけなんか、密入とかしようやつとかをさ、吹き飛ばすとか、もう、国交を邪魔するようなものを作ろうとしてるな。それぐらいのものを作らんかったら、こういう優しい人をさ、攻撃対象はせんとはもう、いくらなんでも。もしかしたら国王がなんか危ない、やばい人間かもしれんしな。悪どい。密入が3つあるん、とりあえず左から行ってみましょうや。これ何？あー！うわ、なにこれ。やめろ、やめろ、やめんか。ちょっと、このちょっとさ、じわじわ殺すんやめてくれんかに。このじわじわ殺すシステム、死までのちょっと、ね、死ぬまでにさ、タイムラグあるんなんなんこれ。けど、戻ってくるときにここに来る、めちゃくちゃ計らってくれてるや、所長さん。俺、所長さんとさ、友達になりたい、これ。優しそう。気遣ってくれそう。何でも気遣ってくれそうやもん、これ。真ん中。危ない気がする。あのスイッチ、絶対似たようなもんがある気がする。やめとこう、こっち。ああ、こっちもスイッチある。どれなん、これ。どっちなんだろう。わあ、真ん中行こう。俺はまっすぐな人間だからな。まっすぐな人間やけん。よし！
いけた。いけた、これ。やばい、これ。刀鍛冶のところにあったようなもんが流れとる、これ。似たようなもん作りよんかな。こういう精錬的な金属で作っとんかな。溶かして固めるみたいな金属で作っとんだろうな。わ、まだかい。左。左で行くぞ、今度は。あ、いけた。これ怖いよ。落ちたらさ、タイムラグでさ、じわじわ来られるけんな。あ、終わりかな？なんこれ。入り口に戻る。あ、入り口に戻るんか、スポンポイントじゃないやな。めちゃくちゃ気遣ってくれるやん。パート2やん。めちゃくちゃ気遣ってくれるやん。パート2やん、これ。ここの先のこと終わったら、ここでさ、また、ここ押したら戻りますよっていう気遣いしてくれるやん。なんなん？所長さん優しいでないが。なんでこんな人が、あのゼノビアに敵対しとんだろう。そう思うわ。左。なんこれ。あーあーじわ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 めっちゃじわじわ来てるやん。ウェーイ。これは、また真ん中ってパターンかな。あ、これは、鍵や。この世界の鍵ってさ、火打ちしてできとんやな、なんか。絶対所長さん優しい。ペットとかめちゃくちゃ飼っとるだろう。めちゃくちゃ可愛がっとる、可愛がっとったりするだろう。あー。けどな、俺、アスレ苦手ないよな。アスレどうにかしてくれんかな、所長さん。あよいしょ。よいしょ。ああ、今のイージーミスなんなん俺。今のイージーミスで分かったと思うけどさ、ド下手やね。俺ド下手やけんね。ドがつくからね。ドがもう多分5個くらいつかんかったら。わいに、ああ、なんなんそれ。不意打ちすぎるやん、それ。スイッチがある時点でちょっと怪しいと思っとったけど、思っとったけど、よいしょ。あ、通りであそこ、なんか、めちゃくちゃ離れたところにあるなと思いましたよ。で、あれやな。あそこにトーンって置く。わー、もう怖いやつやん。それ、怖いやつやん。しかもさ、目に見えとるもん、あの、出口の。あそこの入り口、まあ、入り口っていいか出口っていいかどうでもいいけどさ、あそこ狭いもん。幅1ブロック分ってさ、狭いもん。ちょっと入りきらんで落ちるみたいな、そういうパターンあるやん。急いで渡ったらそういうところ気づけんやん。だいたいそうやん。これさ、そう思わん？幅狭いやん、これ。そう思わんかな。どうしよう。トゥン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 。覚えなあかん、覚えな。ああ、その一番手前のやつが引っ込んだ瞬間ポンポンって飛んでいって、テンポよく向こう行かなあかんのじゃ。順番通りなんやな、こっち側から真ん中、向こうっていう順番に出てきよんじゃ。ああ、今ちょっとな、何？ちょっと、今ちょっと中間あたりで浮いてなかったか。気のせいか？よいしょ。急げ、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 ああ行きすぎたやん。よし、ああやっぱ狭いやん、あそこ。もう一個分幅つけてくれればいいやん。狭いやん。あ、よいしょ。あいたったったー。これで撮影撮れてなかったら俺泣くで。撮れてなかったら泣くで。そしてまだあるんかい。まだあるんかい。ちょっと休ませろや。休む。これまたスイッチあるやん。これ出てくるパターンやん、多分。ああ、こういうパターンか。そうか、出てくるパターンは出てくるパターンでも、ここは出てくるわけじゃないよ、さすがに。けど、これはこれで厄介だよ。あ、でも、
二つだけか、この動き感は。うわー、あー、ちょっと今微妙だったな。大丈夫だった今。疑惑の感じで、どの辺に足ついたんかっていう飛び方したけど、いったん。あ、うーん、もうちょい早く飛んだ方がよかった。あ、今うまい。これちょっと、どうなんだろう。ちょっと早すぎたかな。もうちょい遅くって言ってもさ、微妙なやもんな。あ、ここうまい。ここはうまいよな。なんか、ポンポンって上に2段上がるんやけん。こっちは下がって上がるけんな。ちょっと違うんよな。あ、今の感じ。でも今の感じだと思うよな。そこ。あ、うまい。横腹の痛みを。感じさせないような、うまい馬どき。このタイミングか。あ、うまい。危ない。ちょっとここに着地した後、ちょっと後ろ動いたからね。で、こう言って、うまいけどまだ続くんですか。今度は何？暗いな。まず暗いな、これ。なんかこんなステージさ、いつぞやの世界にもあったなって思う。似たようなんがあったけんな。よいしょ。よし。この辺はやったことある。百戦錬磨っていうぐらいやったな。まあ、自分で百戦錬磨って言っても、これはこう、なんか、これ本当やったことあるな、このタイプ。で、こういう渡り方していく感じだったよな。うまいで。やっぱやったことあるんはできるわ、さすがに。こうやってと。よし。ゆっくり行こう。よいしょ。いいね。で、あははははは台無し。恐竜って英語でさ、ダイナソーって言うじゃないですか。でも今はね、違うんですよ。台無しですよ。めちゃくちゃ寒。とりあえずこれは、もう大体いけるな。簡単やな、ここは。あとは、あーでも忘れとったやん。さっきそこで忘れとった、ダメだったって忘れてるやん。もうさ、台無しは嫌やな、台無しは。恐竜はかっこいいけど、こっちはかっこ悪いからね。この状態からどのあたりで、行くか。よいしょ！あれーん。乗り方ってなんかコツあるんだろうか。これ飛ぶときに、足離れるときに、シフトキー押してジャンプってなるんかな？わからん。よいしょ！あ、来た！あ、いけたな。意外と。で、ここ、ピョンでと、あー台無し！どうすればいいん？本当。なんで飛んだんだろう、俺。よいしょ！あ、もういけた。何が悪かったかは全然わかんねえよ。何が悪かったんか。あ、今ちょっとコツつかんだ気がする。よいしょ。だがもうここで終わらすからな。あー、今ダッシュできてない。なんか知らんけど、ダッシュ、食料は腹減ったわけじゃないのに。もうここは攻略できたって言っても過言ではないよ。どうでしょう。けどさ、意外とこの最高のこの部分ができてないっていうね。謎の現象が起きてますが、よっしゃ、いけた。はっ、ようやくや。やった、収録時間なん、どれくらいだろう。鍵。やったー。所長さん、できればこっちにもさ、モデルのボタンを置いといてほしかったんですけど。ここ。ようやく開いた。中何があるんだろう。行くぞ。この中に絶対資料があるはずやけんな。多分敵出てくる。俺の予想では敵出てくるからな。勝手な予想やけど。よっしゃ。だってこれスイッチあるもん。やっぱり、あ、書類持ってるやん。こいつ書類持ってる。ちょっとな、お前。もうちょい抵抗してこいや。俺これまでどんだけ頑張ったと思うねん。
で、いざ戦闘に入ったらさ、簡単にドロップしようって。お前、ガッテムやぞ、ガッテム。君と勝利。ガッテムや。ガッテムすぎるわ。これは転送装置。なんでも、この部屋から転送装置。お、これはまさしく、奴らの兵器の機密書類だ。これは報酬で受け取ってくれ。何？あ、金リンゴ10個もくれた。次のクエストは紫の受付に行ってください。では、帰ってきてくれ。あ、なんか連続で受けろみたいなこと言われてるやん、これ。紫。紫や。金リンゴくれた。まさかやな。ああ、研究所の攻略ってたまったもんじゃないね。だってさ、鍵を2個集めるまでの時間ってさ、編集でバンバンカットしたけど2時間ぐらいかかったんよね。なのにさ、研究員との戦闘だいたい 3.6 秒ぐらいで終わったからね。みんな、研究所に攻め込むときは気をつけろよ。